県内は明日明け方にかけ大雨となる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒を、また低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に注意警戒してください。九州北部地方は対馬海峡付近にある前線が明日にかけて南下する見込みで、県内では明日明け方にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。降り始めから今日午前11時までの雨の量は伊万里で 170.5 ミリ、佐賀市駅前中央で164ミリ、白石で155ミリを観測しています。県内では伊万里市と嬉野市に土砂災害警戒情報が発表され、嬉野市の357世帯に避難指示が出されています。今日この後予想される雨の量は、多いところで1時間に30ミリ、明日正午までの24時間では120ミリとなっています。気象台は明日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒を、低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に注意警戒するよう呼びかけています。